僕もあなたも心に傷を負っている。多かれ少なかれ自分の親からの影響でここに傷を負ってるんです。そういうことですよね。はい、どうもこんにちは。投げ出す方をやり抜っこに変えるキッズコーチ、ミスターおかちです。非認知能力を伸ばしてやり抜っこを育てるための関わり方を紹介しています。興味がある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。子育てにおいて一番大切なことは何ですか？そのように聞かれることがあります。もちろん聞かれる相手、そして状況によって答える言葉、そして内容は変わってくるんですけども、今こうやって頭を真っ白にして本当に一番大切なことは何だろうと考えた時に、僕は一つの答えが浮かびました。それは自分を育て直すこと。なぜなら僕たち人間は自分が育ててもらったようにしか育てることができないからです。この度やり抜く子と投げ出す子の習慣という本を出版させていただきました。この本は将来の年収、学歴、そして幸福度に大きく影響すると言われている非認知能力を高めて投げ出す子をやり抜く子に変えるための親の関わり方を紹介した本です。本を読んでいただいた方や、いつもこの動画を見ていただいている親御さんの中には、おかっちの話を聞いて、そして動画を見て文章を読んで、自分自身が責められている気分になったり、そんなこと言われてもなかなかできへんわって思われる方もいらっしゃると思います。それはある意味当然です。もちろん毎日仕事や家事、子育てでやることが多くて心に余裕がないからだということもありますが、もっと深いところ、根本的には僕たち人間というのは自分が育ててもらったようにしか育てることができないからです。世界中どこを探しても完璧な親なんていません。人は多かれ少なかれ自分の親からの影響で心に傷を負っているんです。そしてあなたの親もあなたと同じぐらい心に傷を負っている。だからといってこの連鎖がずっと続くわけではありません。大人になったあなたは自分が育ててもらいたかったやり方で自分を育て直すことができるんです。こちらの本はあくまでも子育て本ですが、実は大人にこそ自分のために実践してもらいたいことを書いています。自分が自分の母親役になったつもりで、子供だけではなくあなた自身のためにご活用ください。そうすればあなたがあなたを育てるように子供を育てることができます。あなたがご機嫌になること以上に大切なことなんてありません。だからまずは自分の気分を満たすことから始めてみるのはどうでしょう。自分のために時間を使う、自分のためにエネルギーを使う、そして自分のためにお金を使う。子どもの人生は子どものものです。そしてあなたの人生はあなたのものです。今この瞬間を最大限楽しんで生きていきましょう。この動画を見て非認知能力を伸ばしたい、やり抜く子供を育てたい、そしておかっち頑張れって応援してくださる方は、こちらの本をお近くの書店さん、もしくは概要欄のリンクからご購入いただけたら嬉しいです。このチャンネルでは引き続き子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて非認知能力を伸ばしてやり抜く子どもを育てるための関わり方、声掛けの仕方などをご紹介していきます。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。はい、最後に1点だけ、無料の LINE 講座やり抜く子の育て方を始めました。こちらの講座では週に1回動画とかブログとかテキストメッセージでやり抜く子を育てるための声掛けの方法、関わり方、家の環境の作り方などを紹介しています。興味がある方は概要欄からチェックしてもらって友達追加ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。そちらではね、質疑応答も受け付けています。つながってください。はい、ということで以上です。ジ・エンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。バイバーイ。